ウトク公、レオポルト5世、レオポルト5世は、バーベンベルク家の第二代オーストリア公。ウトク公と呼ばれた、ハインリヒ2世と、ヒ、テオドラコムネナの子。第三回十字軍に参加し、その時に、自身の功績を示すために、自分の軍旗を掲げたが、その軍旗を、 イングランド王リチャード一世に引きずり下ろされたため、リチャード一世に対して恨みを抱くようになった。この十字軍参加の折、敵の返り地を浴びて、全身赤く染まったが、ベルトの部分だけは白く残ったという伝説が、上から赤、白、赤のオーストリアの国旗のデザインになったと言われているが、実際にこのデザインが紋章として用いられるようになったのは、 レオポルト5世の孫フリードリヒ2世からである。この経緯から、第3回十字軍が終わった後に、イングランド本国に帰還しようとしていた、リチャード1世を逮捕し、その身柄を新生ローマ皇帝であった、ハインリヒ6世に引き渡した。そして、莫大並みの白金を受け取ることで、リチャード1世を釈放している。しかしサラーフッディーンと、並び、 失神の音まで称される英雄リチャード一世を逮捕したことは、ローマ教皇ケレスティノス三世の怒りを買うことになり、レオポルト五世へは破門されてしまった。そして1194年、落馬事故が原因であっけなく死去した。遺体は、ハイリゲンクロイツ修道院の集会室に埋葬されている。1188年に、彼がこの修道院にもたらした聖十字化は現存しており、 1982年に専用のチャペルに安置されて、以来一般にも公開されている。1172年、ハンガリー王、ゲーザ2世の娘イロナと結婚、3人の子を設けた。ありがとうございます。